最後はこの間の平君も決めてたんです。十字やったりします。で平君結構やっぱすごいうまくコントロールするのうまくて、こういう状態で右手からちょっと取ってて、初めこっちで4の取ってる、こっちで4の取ってると基本的にはこれも逃げれない、はい、こっちでちょっと取ってるんだけど、だから相手がこっちにこういう感じで逃げてきて、で結びの上に逃げるのって結構鉄則で、こっちに入っちゃうとちょっとこっちも辛くなるから、タイガー君は多分このままこっちも目に持ってキープしてて、相手こっち側で逃げてきて、こういう感じで、ここでもう一回うまいから、もう一回こっちに組み返してきた。そうするとこっち組み返ってると逃げれないんだけど、そうするときに自分の頭が上にある方が決めやすいんです。反対やりきっちゃって、そうすると、自分が手を引っ張り上げて、入れないとね、決めてないんだけど、そうすると、今度相手が、この手とかを、これ剥がす、こんな感じになって剥がすとか、で、そしたらそのまま、こっちに入れちゃいけば、こう潰してこういう感じで、自分から超行くっていうよりは、多少泳がしてるんだけど、見ってる人って、最初にこっちにずれちゃう。これ剥がしてくる。上とかで、そしたらこっちに手入るでしょ。そしたらそのまま入れて、で平君の試合の中で相手をこのままいい感じにしてくる、そうそう、こういうの上がってきて、もうちょっと置けばいいんですよ、こっち側に。で、ここでバンって感じで、こっちに来るのかな、とこうなるんですよ、こっちでこういうふうに取ってる感じなんですよ。だからキープとしては、もう本当4の軸だって最強だからさ、右手で取るんだったら、こっち側にしっかりキープして、ここで取りたいんだけど、ただ4の軸ってやっぱ取りづらいから、今剥がれなくて、相手しょうがないから、こっちに簡単に来たから、さらに前から簡単に組み返して、まずとりあえずキープを投げて、誰か相手から離してきて、もう残り時間も少ないから、多分狙いになる。で、こっちに足があるから、ここ抜けやすいから、それは。で、相手が起き上がってきたから、そこでいらないと。ちょっと最後やってみようか。